前田留美と櫻井隼人のチェスト日本。この番組は昭和平成令和の時を果敢に駆け抜ける戦う歌姫前田留美。そして櫻井隼人がお届けします。たった一言が明日の自分を変えることがあります。そんなきっかけが生まれる番組になれば嬉しいです。私前田留美と櫻井隼人がお送りいたします。 はい。本日はスカイウェブフ m ルム、形勢ローザスタジオより公開収録をしております。はい、はい。ということで今日はですね。 今日は春休みの期間なのと、ちょっと4月1日、April f o o 朝っぱらから何かやりましたが、朝っぱらから何かもう寝起きですわ今、誰とも喋ってないですわ今、いや私ね毎年何かしらね April f o o 楽しみにして、誰かしらにこう何かこうアクションするんです、アクションするんですね。さすがに今日はね。 朝早いのとあと昨日一昨日と私の誕生日コンサートがあったのとあり余裕がないいつもならテンション上げ上げでみんなに LINE しまくってみたいな感じでするんですけどそう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 ちょっとさ思ったのあのね誕生日コンサートの時にねファンの方が来てくださるじゃないそしたらそのファンの方から「いやルミちゃん仕方ないよね」 もう最初から「持たないと思ってたから」って言われるのえ、うん、えな何の話だろうと思って「何、はい、ですか?」って言ったら「いや結婚っていうのはねるみちゃんに合わないよね」とか言われて「いや <laughs> 続いてるんですけれども」みたいな <laughs> えもう別れてるっていう噂が流れてるめっちゃ流れてるらしい「い <laughs> や続いてます」みたいなへ <laughs> えー、<laughs> はい まあなんかみ、そういう感じがするんでしょうね。ねえ、まあすごい自由にしてますしね。<laughs> 自由すぎるからですね。ですね。<laughs> <laughs> もうこの間も夜中の12時に家に帰ったら。ええ あれルミちゃん早いねって言われたから十二時で十二時で午前様ねなんでこんな早いのみたいなっていう旦那様からの一声です旦那様慣れたんでしょうねそうですねやっぱそれぐらいがいいですねはいそうですもう至ってね真面目にずっとやってると十二時に帰ってきたらなんでこんな遅いんだとかって健康になるかもしれないけど十二時に帰ってきたらあら早かったんじゃないってちょっと機嫌がいいみたいなねはいまあ前田ルミもこうねはい分かってきたんじゃないですかね本当 そうですね。<laughs> そうなったら、これね離婚になっちゃうから。<laughs> そうですね。はい、あの心が広い旦那さんでよかったななんでね、思っておりますけれども。<laughs> <ー>はい。もう僕もなんか嘘を考えようかな。 なに、なに<何><え>、今日。今日でもね、エイブレルフルって午前中だけでしょあ、そうなの。っていう噂が前あったけど、どうなの。今、使わなくたまじゃないですか。そうなのよ。だって、今日、今日の収録三本取りでしょ<い>今のうちにやっとかないと。<laughs> でも、このね、聞いてくれてるリスナーさんは、完全な四月一日に聞いてませんから。かそうですよね。これでは、はい、あのー。 日の放送ですすかそうななんんででよこんな早く撮るかっていうと私たち今度5月に舞台があってそれまでに練習とかがあってなかなか収録ができないまあ本当二2人のタイミングね時間が合わないといいい合わなななでですすよよねかか大変つもね舞踊のお稽古とか三振のお稽古とかも一緒にね行くんですけどもそのスケジュールも合わない合わないまあ仕方ないですよ舞台が。 いや舞台って大大変変でですすねよ私ねほんと15年ぶりぐらいに本当するんですけれども舞台にまだちょっと楽しさがよくわかんないわかんないでしょうねんでこんな時間取られるんだよって何月の半分取られんじゃんみたいな時給計算したらいくらだよいくらだよって思うでしょ稽古稽古ばっかりであんな稽古することあんなかやと思うんですよ でなんか林くんはすごいなんか舞台は楽しくてっていうね。いやたの本番じゃ楽しいですよそれ。まあ本番中はね。本番中中がまあやってる。うん。アドレナリンが出ても見られてるみたいなね。あるし、うん、まあ座組が良ければその仲が良ければ楽しいし、うんうん、稽古の時も。あ、はあ、じゃあまだ私たち次の五月の舞台って、えー、そのズームでしかまだやってないからだよね。うん。しかし僕も。 ズームも参加してないですから。してないよね。だから、来週の八からじゃないですか。初顔合わせじゃないですか。一番緊張してます。本当。あ、でも、誰とでもやっていけるから、大丈夫で、ヤト君。いやいや、俺、ルミネの後ろにここ隠れて。人見知りすんの。しますよ。すんだ。どどす。すごいし。人見知りですよ。あ、本当に。酒が入ると。人見知りはもう。 も猫も顔全部顔がそうだよね今、うん、本当会ってる時って猫かぶりだもんね <laughs> めっちゃかぶりまくってるよね <laughs> ぬいぐるみかなんかねもうこいう <laughs> パンパン <laughs>、うん、たまにこう酔っ払って後輩と喋ってる姿見るとあれキャラ違うんじゃねみたいな <laughs> だからね本当ですね気をつけてくださいリスナーさんもねそうですね。はね。ということでまずはね私の曲お送りさせていただきたいと思いますけれども最初の曲はですねちょっと私のオリジナルの曲で兵庫県の曲になるんですけれどもこの状態でねちょっと声が今日枯れておりますから。ライブだっったからねねやぱ あの土曜日に2回公演、ええ、日曜日に1回公演なんですけどもやっぱ打ち上げっていうのが毎日あるわけですね<ー>そこで喉壊れますね <laughs> さまあね、はい、ルミニア飲まないけども喋、うん、るの好きなんですよ喋 <laughs> る どのど枯れるね。ますね、本当に。そう、告示した後の喋りはね、窮屈になります。そうなんです。はい。今日はちょっと抑えながら、はい。でもね、今日はね、あの素敵なゲストさんが来てます。すごい美人さんよ。そうでございます。皆様お楽しみに。はい。え、それでは私の曲で愛おいの空、ェスト。ゲストさんに来ていただいております。はい。それではご紹介いたします。 シンガーのビビ,ビ,ビさんでございます。なんでビビって。<laughs> よろしくお願いいたします。<laughs> はいよろしくお願いします。はい。 あのすごく綺麗な方で。とんでもないです。私初めましてなんですよ。はい、初めまして。で、あのはやと君にどなたか、なんかゲストさん来ていただけないかしらって話をしたら。はい。もう早速、<laughs> ゆみさんに、はい、声かけてください。そうなんですね<ー>。本当に、あのいつもあのフェイスブックとかで見てて。はい。あの。あ 出していただけたらありがたいなと思ってたんですけど嬉し,す <laughs> 嬉しいですよ。うん、これはね舞台に来てくれて、そう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 舞台上でね、うん、ゲスト出してよってああ、あ、それを思い出して、ビ、うん、ーチャン4月2日来れないとか言ったら。うん うくっってもうこんなに早くねいただけると思うねありがとうございますありがとうございますあのヴィさんなんですけれどもそうね美しい姿を見さ見見ることがねちょっとできないんですけれどもはいあのこの番組 YouTube の方でないとおりましてスカイウェブ FM ってあそこにカメラがあるんだどうもどうもはいこちらでございますはいであのネットの方でもねあのブ V V I I でいで歌手ってやったら出てきますか出てくるはずですねらビビさんのお姿も見ることができますのでぜひねそちら見ていただけたらと思いますははいでそれではちょっと紹介お話しさせていただきますね俳優養成所を得て1993年初舞台2006年美空ひばりさんのそっくりさんエンジェルひばりを支持し役者活動と並行して 2007年4月1日、モノマネ芸人トンガとしてプロデビュー。なん <laughs> <ンガ S 1> ですかトンガって？<ン> <laughs> いやあのねあの私あの苗字がとがしって言うんですね。かっ<や>こ,こ,こいい名前です、ね。<laughs> でそれをちょっと文字ってトンガになっちゃって。<laughs> なるほどね。じゃあ最初の名前はトンガだったんですね。<laughs> そうなんですよ。<ー>はい4年間使ってたかな。な<ー>るほど。はい。 でその後2008年に何んとニューハーフになりねえびっくりね皆さんニューハーフなんですいやわかるよねいやわかんないでしょ見た目は美しいのそうだってもうお会いした瞬間にあれあれって聞いてたの違うそ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 うで2011年の5月にはい窯田聖子に会面そうですねねえ で2017年6月「鎌田聖子」をカタカナで「鎌田聖子」に改名ってことですよね。<laughs> ね元々はひらがなで鎌田で松田聖子ちゃんんの聖聖子子だ、はい、ったんですね,ですね、はい、で松田聖子を中心とした50以上のレパートリーの中からその場に合わせたネタで各種のイベントパーティーディナーショーで全国活躍するということで。はあ、はい でちょうど今から4年前ぐらいですね Vivi、ねはい、に改名し物の芸人からシンガーに転向、はい、で名古屋ライブハウス JB スタジオには2016年よりレギュラー出演は,いは そんなとこまで書いてあるんですはい書いてますよすごいですねで、2021年の7月7日七夕の日ですねはい特クモジャパンより永遠の光でメジャーデビューはいいえーとうございますね、れにビビにするって言い出したからそうなのよねまだあった頃は鎌田聖子だったんですけど子ちゃん聖子ちゃんって呼んでてそうなんで今もなんて呼んだらいいんですかもうビビちゃんビビちゃんみんなねどうどうするってそうそうそうみんなね戸惑わ だまあ、でもだい,ぶだいぶ浸透したんじゃないですかそうかもしれないですともとのきっかけっていうのはその芸能に入ったきっかけはもともとのきっかけはそのえっ、ー、とえっ、ー、となんかあのたまたま養成所の申し込みのやつが、うん、なんか新聞に でんかそれを見てあのも,もともとあのちっちゃい頃からアイドル歌手になりたかったんで歌ばっかり歌ってて、えー、であのそれを見た時にあこれだと思って、えー、で応募して養成所に入ってその3ヶ月後ぐらいに初めてミュージカルの舞台に。<ー> じゃあ一番最初はミュージカルからなんですね。そうですね。はい。ミュージカル同様役をされたりしてたの。あ、もうその時はも完全に男の子だったんで、うん、あの男の子の役とかが多かったですね。ね。そうですそうです。え、じゃあそのその時は男の子だったっていうのはその。うん、はいはいはい。 ニューハフューハフって言ったり興味があったりとかしたんですかその,その時は自分自身が気づいてるとかあもうその時はもう完全にあの,ゲイの男の子だったんですけどあ、ええ、まあそういうことは一切隠しながら隠しながらされてたんですよ、ね、そうですそうですそうです<ー>であのその時は自分がまさかニューハーフになるっていうのは、ええ、もうほんと1ミリも思ってなかったんですけど、ええ、<laughs> そうねこんなになっちゃって。 ん <laughs> ねえ,ねえそうなんです <laughs> でもミュージカルをずっとやってそのあととかはどうですかミュージカルずっとやっててえっ、ー、と一回ちょっとお休み期間みたいなのがあってそこからえっ、ー、とちょっとね私ものまねをやり始めちゃったんですよね。それもあの えっと何て言ったらいいんだろうその私そのそれもモノマネをしたいっていうことを一ミリも思ってなかったんですけど一 <laughs> ミリも思ってなかった <laughs> 思ってなかったんですけどたまたまあのアルバイト先であのこうなんか宴会かなんかであの私その時松田聖子さんすごい好きだったんで、えー、その聖子ちゃんをちょろってこう、うん、歌ったらあの ボーンっってて受けちゃっていくって言ったんですよ、うん、でそれであの毎回毎回そのいろんなその宴会があるた、うんびに私のセコちゃん賞をやるようになっちゃってこれ仕事にしていけたらいいのになどうやったらいいんだろうと思ってたら、うん、たまたまものまねにたどり着いて、えー、でそこから。 じゃあちょっとこ,この話長くなっちゃいそうなので、うんはい、このあとまたね聞かせていただくといことでまずはちょっと Vivi さんの曲を、はい、曲をねですよ、はい、曲をちょっと流したいんですけどね<ー>はいないきましょうかそれでは曲紹介を曲紹介をはいじゃあ私の,あのデビュー曲 を聞いていただきたいと思います。はい、えっと、四月、あ、二千二十一年の四月に。えー、徳間ジャパンより発売されましたデビューシングル、永遠の光、聞いてください。チェスト。今、先ほどですね。はい。はい、あの、オリジナル曲、うん、はい。聞かせていただいた。はい。 ですが、あの実は私たち聞けてないんですよね。な、ねえ、流してくれました？な、流れてると思うんです。ですけどね。はい。もう白状してあげます。え、あのすみません。あの家のリビングのテーブルに置きっぱなしできちゃって忘れてしまいました。 c d を忘れるうそうだからね,まあまあねちょっと感想が言えないんですよね, <laughs> ねいい曲でしたねって<ー>取り作ろうと思ったけど、ね、それはやっぱりね,ねやるよね本当やるよね,るよねもうね <laughs> 必ず何か忘れてきますからね,ね <laughs> 熱いやつどんな雰囲気だったのかとか、ね、ちょっとそういうのをちょっとうですてほしいですね。これあの、まあ、私松田聖子さんのものまねをいろいろやってたんですけど実はこれあの松田聖子さんご本人の作曲編曲音楽プロデュースを手掛けていらっしゃった小倉亮さんという方に作っていただいたんですよ。 をね、作っていただくまでにはちょっと時間がかかってて、うん、えっと56年かかってるかな、うんはい、作っていただくまでにちょっとそれまでにあのいろいろレッスンつけていただいたりして、うん、でやっとこそ作っていただいたあの大切な方との愛は永遠ですよっていった感じのメッセージが入ってる、うん バラードなんでねねすいませんもう本当にねやだもうこの年になるとよくありますおちょこちょいで多分ねあのリスナーの皆さんもあるあると思いながら聞いてくださってると思います。ちょっとないんですけど一生きてくれるね。 失笑してます。もう今日ねお土産もありがとうございます。ありがとうございます。ラスクとかね。全員分にねいただきまし本当いただいちゃあたせもらっもありがとうございます。私はお酒が入ってきました。私大好きな栃木のお土産ラスクいただきました。嬉しいです。本当な

もうそれ以外もいろいろとやってるんです。そうえっ、ー、とですね、最初にその出資入りした時に、はい、あの私は本当松田聖子さんのモノマネがやりたいからモノマネ入ったんですけど、うんうん、あの一曲だけしかやらせてくんなかったんですよ。えー、あのいろんなことをできるようになりなさいっていうふうに言われて、うん、なんでと思いながらあのいろんな方のモノマネをずっとやって ってましたね。じゃ例えばどう言いたかった方えー、っとね、その当時はえー、っとジョー・ミチルさん、ジョー・ミチルさん、えー、っとヒカワキヨさんとか、え,ー、えっとなんだろう、ジュディ・ヨングさんとかやってたかな。えー、うん。 あのでもねそんな時間も持たなかったんで、うん、そんなにそこまではレパートリーなかったんですよ。うん、でそれがあの年を追うごとにあもしかしたらこれもできるかもこんな感じのもできるかもって言ってどん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 増えていったって、うん、いや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  <laughs> ほんとにほとんど似てないんです私。 よくあのなんかいろいろとも<え>あの新宿だったり六本木だったりってあるんですけどそういったところにも。<あ>ーえーっとですね私はね「麻布十番」の方で、うん、あのコロッケさんがやられた「<ー>ミミック東京」っていうところに。えー あのずっと出てましたね。そうなんです。そうです。そこ人気でなかなか取れないって言いますもんね。でもね、あっという間に終わっちゃったの。あ。そうなんですか。そうなんですけそうみたい。ああ。なんだ。ちょっとお金かけすぎちゃった。豪華にしすぎちゃった。ね。いや、豪華だった。ステージは豪華だったんですけど。そうそうね。あの緊張することは。 あの普段ないんですけど、うん、そのステージだけは足が震えましたね<ー>それから緊張しましたね<ー><ー>もうその舞台がすごすぎてっていうそうですねあのー、いろんな演者さんがじゅんぐりじゅんぐりに出ていくんで<ー>そこで一曲ポーンってこう自分が出ていくんでなんだろうその 空気を壊しちゃいけないみたいな,<ー>なんかそういうのがちょっと自分の中にあって、うん、でしかも1曲だけなんですよ出るのが大きい曲であのこういう真ん中の扉がジャーンってあって<ー>わーって出てくるんで<ー>あの時にはあのセットの上から出てくるとか<ー>そういうこともあるんで本当<ー>ちゃんみたいな感じです、ねうん、だからすっごい緊張毎回緊張してましたね。そそそそう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 ,そう えー、セイゴちゃんはもう,もうすごいですよ、ね。そうですよね。ごくないねいやそれが。いやいやいや 本当にね。だって今の雰囲気でもやっぱりセゴちゃんっていうのが、すごいわかりますもんね、えー。本当ですか。か、うん、やっぱり品の良さとか、やっぱりその肌がすごく白くて。透明感あって。すみません。<laughs> もう今日ね、公開だって知らないでね。<laughs> あの、なんかもう、コンビニに行くような格好で来てただから、私ほら。夜 <laughs>、じゃあ、<laughs> 大丈夫かしら。ね、いや、お綺麗な方、はどんな格好でも着て。いやいや、すいません。<laughs> もう本当に、ね。<laughs> <laughs> そういうね、音ボケな感じでございますが。ですね。なので、次二曲目をですね。あの、私たちは聞くことはできませんが。であい。後で入れますので。はい <laughs> はい、分かります。はい、曲紹介お願いします。はい、これはですね、あのデビュー曲のカップリングのお歌で、これはとってもアップテンポなお歌で。あのー、私もよく、あのー、ライブとかで。あのー、盛り上がるように、歌わせていただくんですけど。えっと。 えーとなんブルースカイっていう曲をお願いいたしますどうぞ、はい、チェストいつもお便りたくさんありがとうございますありがとうございますそれでは読ませていただきますねはいお願いしますラジオネーム春がきたさんからでございます<ー>番組のメッセージ桜はやとの何でもコーナー <laughs> あこれねはやとくんがですね <laughs> はいあの なかかなななネタを持っててきくれいんですあるほど何も持たずにここにいつも会場というかその収録に挑むわけですよノープランなわけですねああそうです武器を持たずにね戦場に行くようなものでそれでリスナーさんがちょっと心配になってかわいそうだっていうかネタがないっ優しいわそれでネタをね送ってくださるあら皆さんありがとうございますありがとうございますどうもどうもはい で、おやっとさ、早速でございますが、<ん>日本の四季、春夏秋冬、それぞれがいつからいつまでかご存知でしょうか？というということでございます。はい。<ー>私たちはこれ見えてるからあれだけど。さあどうでしょう、ビビさん。ビビさん春夏秋冬。はい。まず春は。えー、春はえー、っとえー、っと多分えー、っと冬至が終わって

えってことはもうほら。3月だけ ?3 月。3?2? なんでなんで戻った ?3、4、5。5が春。あら。まあ。本当に。もう5月なんて初夏じゃないですか。ねえ。5月も春。あら。そうなんだ。私たちも知らなかった。も知らなかった。ねえ。あらびっくり。ということで次。夏はいつから行く

植物行事などを教えてください。私は毎年恒例のタケノコを今年ももらい、初物タケノコをいただきました。<ー>はい。春のものですね。すかは私はね、うん、言っていい？言っていいですよ。吹きのとうとか<ー>春野菜食べると、はい、春が来たなっていう感じがするんですよ。はいはいはい、しますね。 あの道の駅よく私、道の駅行くんですけどこ,のここでもよくお話しさせていただくんですけどそこに行くと結構、スーパーに売ってないようなものが置いてあってそれを結構見たことないお野菜買うんですけどこの間もね、フきのトウがたくさん入って200円とかで売ってて。 早速買ってで天ぷらにしたり豚のバラで巻いたりとかして食べてすごい春を感じましたね。あとなんか私昨日野外での誕生日ライブだったんですけどそこのお庭にいつもフきとかフきのトとかいろいろと咲いてるんですよ。なのでそれを取ってっていうふうにもやりますなるほどね。 お二人の春の食べ物、春の,春,の春の食べ物、私はね、あのー、ひなあられですね。<ー>ひなあられ。三、ね、月三日のお日様違うの。あの三月三日があのま、ー、ひなあられじゃないですか。うん、で、あのこれが来るとあもう来月お釜の日だわってあ,あ,<ー>あるんですよ。お釜四月四日ですね。そう,そう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 。 3月3日と5月1日,日の間、4月4日あ<ー>そう、これは私たちの中ではおマの日って呼んでる。 そうわかりやすい。れが来るともうこんな時期になってきたんだなって毎四月四日が二丁目がすごいですよね。すごいですね。本当に楽しくなるんです。そお祭り騒ぎ。そう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 えじゃちょうど今から三日後ってことですね。今今日お月が日らので。なるほど。日奈川ね。そうなんです。 いつもどういったことされるんですか昔はよくね、あの、こう、お友達と飲みに行ったりとかってなのあったんですけど、今はね、特にね、何もしません。何もしないんですね。なんか、落ち着いてるな。落ち着いてる。もうね、落ち着いちゃったの。僕ね、昨日ね、大阪行ってたんですよ。あそうか、大阪帰りだね。ら。でね、京京都の、なんか、 あの両手にちょっと連れてってもらってあのこれお土産えの吉のええ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 やだ私なんと31日京都行ってましたほらかわいいでしょこれ実は。 萩ゆるずる君の弟<え>あおじいちゃんが描いたらしいです、えー、画家さんらしいのそうなんですね、えーうん、これはいいやと思っこれはどういう時に使うのが一番い,い,いやこ,こ,こ,こに引くやつあ,あこうやってあ引くやつをあお持ち帰りくださいって言われたからあ 二人に。お土産でいいやあ、そういうメー。いいわ、ありがとうございます。ちょっとなんか、女子力上がった感じがする。ちょっとね、スカートじゃないけど、いいじゃない。よくね、こういう手拭いって瓦の上にね、私の場に乗せたりするんですけど。も瓦。はい、あのよく。こだりするのでね。そうなん。ああ、そっか、そっか、そっか。でもなんか汚しちゃいそうで怖いので、きちんとただけ使いたいと思います。だから、昨日春のものいっぱい食べてきたんで。うん。 元気です、うん、ありがとうございますじゃあここで、うん、あの番組の宣伝をお願いしたいと思います、うん、はい、えー、皆様番組私たちやるメッセージご自身のニュースあなたのおすすめスポットがございましたら番組を送ってください info at mark892fm.com info at mark892fm.com ックス千葉ゼロ四三四四一五五九二 ファックス千葉0434415592おはがき風車のあつさきは、えー、指,指番号260 0021千葉市中央区新宿2の2の51富士ビル4階スカイウェーブ FM、えー、スカイウェーブ FM 舞 <laughs> 田海と桜井隼トのチェスト日本までメッセージをいただいた方には番組ステッカー抽選で1名様には鹿児島の水たまり食品さんより故郷のフリップ 贈り物セットをプレゼントさせていただきます皆様からのリクエストメッセージお待ちしてますチェスト にお越しいただきます。ありがとうございます。あのスカイウェブ FM 京成ローザスタジオより公開収録をしております。本日は4月1日で、とか昨日先ほどちょっとちらっとお聞きしたのが京都に行かれてたって。あ、そうですそうです。あのこれそれはモノマネのお仕事だったんですけど、日帰りで。日帰りで。はもったいないですね。京都に行くのに日帰りっていうのが。いやでもねお仕事の時は日帰りがありがたいあありがたいです。 俺も日帰りだったんだけど同じタイミングで観光してたのかな。もしかしたら同じ新幹線だったかもしれないんだだそうったう私は出張の時はなるだけ遊びたいというかそこに少しでも休みを入れて観光したりとかいろいろとも挨拶回りしたりとかっていう形なのでそれやってとんぼ帰りは嫌なんでしょうら なんかね私、こう不器用な性格なので縦分けができないんですよあ<ー>あの仕事は仕事みたいな、うん、だから全然こう観光しようとかなんかおいしいもの食べに行こうとか、うん、そういう気持ちが全く思い浮かばないんですよね。な、えー、なん,かなんならいつもと同じルーティーンで 望みみたたいもう朝から行って仕事こなして夜に帰るみたいなそうですそうですでうちでゆっくり寝たいみたいなそうなんですよねえ寝れないんですよなんかホテルとかだと地方とか行っちゃうのそう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 うなんだまあ不器用にやってそうなきね見えるけどいや全くの不器用のちょこちょいだからねもう。 なんですよねでも美味しいものは食べられました美味しいものも食べてないえっとねあのホテルのあの何出された出されたカレーですね。 あデ,あディナーショーとかそのそこでイベントがあって、カレーって結構なんか刺激物だしあ<ー>、あに匂<ー>いがなんかありそうだからあ、あでもねあの。 ステージが終わった後にあ終わった後のはいそうですはいねねねそんな感じなんですよ結構うんいやまあね人それぞれですからね人それぞれですねいやあの今日ねビビさんに美しいってことなので何かこう美容法とかね色々と教えてもらいたいなと思いましてで私自身もちょっとねあのゼロ円で 効果があるっていう美容法ちょっとお話もさせていただく間にもうぜひともね Vivi さんもこういうのがあるよとかってねあったら教えてほしいなと思っていやむしろ私が教えてほしいぐらいがさつなんですよこう見えて結構本当ですか本当にあのすごい例えばスキンケアとかも何 化粧水とか乳液とか美容液とかきっちり分けてるように見られがちだけどオールインワンです私オールインワンですかですそうね時間があるときできれば毎日やりたいんですけどパックをしたいでもねそれよりも毎日続けてることが私ね毎朝青汁飲むんです青汁とあとサプリメント何種類か。 これは結構欠かさないかもしれない。内から綺麗にね。そうですね。中身が大事で、半年後にその食べ物の何を食べたかの効果がね、体に出てきますから半年後、半年もかかんですかあれ。って聞きますね。そうなんだ。よかった、続けて、続けていて。だからきちんとこう今までね、やった蓄積がこの今の美しさを出すんじゃないでしょう。えー、びっくり。 ねえ、ゼロ円のあれ、はい、ゼロ円交換円はいあの髪の毛を乾かすときっていう感じなんですけど、はいはい、まあ温風でやった後に最後締めでレイフを当てるっていうそれ聞いた聞いた聞いたことある私も <laughs> そうこれはおすすめだなってへ<ー>はいなんかキューティクルがドキュってなるって言いますよねそうなんだ,そ,なんだそれ聞いた。 いっつも時間なくてね、うん、もうそのまんまやっちゃいますけど、うん、はい。高橋そんなつやつやしてらっしゃるのかしら。はい、もう47歳でまだ全く白髪が出てこないで、ね、すごい。はい 全くないのね出てこないね、えー、すごいね私なんかも白髪老眼ガンないの私も、ね、ちょっと <laughs> はいなのでぜひねこれねあの、うん、ツヤが出てきますからきちんとレイフを当てましょうレイフ,レイフ、はい、はい、やってみてください,はい、はい、であと髪を洗う前にブラッシングをするとかえー、ええー、のええ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 とえええええええ やるといいって言いますねリアクションが一緒だよねなんでかっていうとこの髪とか頭皮についてた汚れが浮いてシャンプーの泡立ちが良くなる私ね二回シャンプーするんですよああ、そそれもその前にもちゃんとやった方がいいんですねブラッシングでそうですねやった方がいいと思いますね短くても 短くても、私実体験でこれやってる内容、まあ人から聞いて実体験でもやってるので、きちんとブラッシングして最初にこう結構ある程度まあお湯で流してからそこからシャンプーつけるとか、はいはいはい私もそれやります。すっごい流します。ね、いいんですよね。ええ、頭皮の血行も良くなって一石二鳥ですから。なるほど頭皮ケアにもなる。頭皮ケアはいそして 朝起きる前にストレッチ起きる前にっていうかもう目覚めてからさあ何かっていうよりもベッドの上でちょっと軽くストレッチしたりとかあ<ー>まあベッドの横でちょっとストレッチしたりとか<ー>、うん、はいはいはい、はい、それならできそうですね。そう体のい、ね、<ー>はいはいすいはにはいはいはいまあ急にはしいストレッチはしないように。うんうん、はいいや私ちょうど昨日ねなんかあのあの何あのインスタかな <Yeah. S 1> なんかで見ててあのー。 ストレッチのやつを見てたんですよ。<ー>で結構なんていうのかしらあの太り気味だし、うん、あの腰も悪いし、あのちょうどそういうストレッチを見てたんですよ。はい、まあちょっとあのね、ね起き 起きてからやってみようかなやっぱり柔軟とかっていうのもなかなかしないじゃないですかなので柔軟とかきちんとすると3歳は抱えるともいいますからそうですかぜひ柔軟もされてだけたらと思いますだからこの結果ですよねすごいもううすごいゃあそれではもうちょっとねお時間がちょっとコマーシャル一旦挟んでからはいじゃあ いいですかじゃあお願いしますチェスト本日のラストソングははい 桜井浩のてっぺんでございます。はい。ま、はい、もなく19時になろうとしております。はい。本日ですねゲストに来てくださったビビさん。はい。よかったら告知の方をお願いいたします。はい、えっとですね5月になるんですけれども5月18日ですね。はい。え私よくあのステージ出させていただく、えー、浅草の木馬亭での、うんはい、え浅草21世紀5月公演、うん、こちら18日の日曜えー、ごめんなさい土曜日ですねえっ、ー、と13時からと16 6時、はいえー、歌のコーナーで、えー、ステージやらせていただきますので、はい、もしよろしかったら皆さんあの私にあのメッセージを何かしらの形でいただければありがたいなと思います。はいはい、とその他にもあのまだあのちょっと告知できないあのステージあるので、うん、あの。 その都度あの SNS の方で発信していきたいと思います。インスタ、インスタ、フェイスブック、あとアメブロですね。アメブロ、はい、メッセージいただければと思いますのでよろしくお願いいたします。ありがとうございます。はい、それでは早とこお願いします。はい、明日ですね。明日東京ドイツ村で歌いますんで、時間あったら皆さん来てください。ね、いいですね。野外で歌いますんで、そしてその。 今日と言ったり、えー、まあ、うん、舞台ですね。はい。ええー、五月の十から十二まで、はい。ええー、おっかちゃんというね舞台をルミネート、はい。初出演させていただきます。はい。ねえー、どうぞ皆さんこぞってはいご予約ください。はい。はい。ええー、そして私の告知でございますけれども、私はあのハヤト君と一緒に舞台に出るええー、五月十日から十二日 おっかちゃんというね。タイトルでですね。はい、出ます。築地本願寺ブッディーストホール、はい、はい、全部で5回公演になりますね。はい、まず、金曜日が1公演、土日が2公演ございます。はい、ぜひとも遊びに来てください。で、あと最近ちょっと映画のお仕事とかも多くてですね。先日、あの制作発表とかもあったんですけれども、現座の女が舞台になった。 映画「ル・ジャルダンへようこそ」っていう、ね、映画も出ます、うん、え木村雄一さんとか川崎麻代さんとかですねえ鈴木さわさんとか中山秀,<ん>秀さんとか秋吉久美子さんも出ますので、はい、またあの映画館上映が決まりましたらそれもあのお話をさせていただきたいと思います。ね、えそして4月19日 日じ,じゃない、間違えた。五月二十五日は福岡でもコンサートがございます。はい,はい。では本日は皆様あの聞いてくださいました。ありがとうございます。ますいい来週も来てくれるかいいと思う。<laughs> はい、お願いします。<laughs> はい、本日ははいビビでビビとはい桜井海さ前田るみがお送りいたしました。来週も聞いてくださいね。いいありがとうございます。